すごい珍しい時間にやっちゃった。こんにちは、どうも、こんにちは。ちょっとメイクしていくねってだけ。こんにちは、こんにちは。皆さん今から何するんですか？もこもこでも今日あったかいから、ちょっともうちょっと早い時期に着ればよかったな。でも今週寒くなるんですかね、わかんない。こんにちは、ちょメイクしていくしていくね。ちょっとそういつもね、そう公園の前とかにしたら、あのほんまにドスピンだから、そう今日ぐらいはメイクしてやろうと思ってんけど、間に合う、ちょっと間に合わなさそうなので、あのしながらしながらで申し訳ないですね。そうメイクしてない。でもめっちゃね、多分私のメイク一番参考にならないメイクなんですよ。だからあのあメイクしてんなと思っていただいて、ほぼすっぴんみたいな、ベースだけやってきたぐらいで、でもそれ以外何もやってない。いつもでもすっぴんでやっちゃうんですよ、公演前にね。メイクの順番が最後とかが多いから、からなんですけど、まあ、あのほんまにあのこだわりがなさすぎて、自分のあのメイクに。だからあのメイク自体はあのメイクさんにねお任せすることが多いです、私は普段。でもできる、なんかねできないとダメだなと思ったから、メイクをちょっとは。だから最近はちょっとずつあの自分でやる範囲増やしてます。そうほとんどお任せしてます、私のメイクは。目元だけ自分でやりますぐらいで、他はねお任せしちゃうことが多くて、あきら乗せとこうと思って乗せて、そうこんなもん。でもだから自分で全部フルでメイクするって言っても15分ぐらいで全部終わっちゃうから、そうなんですよ。こだわりがなさすぎて、ね、あなんか忘れてるかも、マスカラもしてない。やらねば、唇に色がない、だからいつもないんですよ配信の時、鏡なしであげるの怖いなって今思った。こんにちは、そう久しぶりにメイク配信。何の参考にもならへんメイク配信ですね。そうめっちゃだからメイクはほんまにそんな時間かからないです、公演の時とかね、普段の生活とか。そんな時間かける、なんか丁寧にやる時はやるけど、時間ない時とかはほんまに今みたいなぐらいペペペってやっちゃう。やっちゃうんですよ、マスカラもね。あのほんまにあの普段は声の時はね落ちにくいようにウォータープルーフみたいなとか、汗水に強いみたいなやつ使うんですけど、普段はあの石鹸落ち、お湯落ちを使うように心がけてますね。あ理由は早く寝たいから。そう早く寝たいから適当に言っちゃう。落としやすいのが一番よね。INN 見ました、ありがとうございます。あれですよね、現地集合現地解散。楽しかったですよ公演。まさかね、もうさすがに言われることないやろと思ってた。逆上がりをブランコとかしたかったんですよ公演で。でもでもねできなくて、なぜか逆上がりしちゃいました。なんででしょう。
逆上がりしてましたね。でもできなくてずっと。でもね、この前何か見てたらね、運動神経良くても逆上がりできないみたいな人もいて、一緒やと思って。運動神経はやっぱり悪いですけど、そう、同じ人いるんやと思って、できひん人、運動神経良くてもできひん人いるから、それはできんくて当たり前やろうと思って言ってるしゃあないしゃあないしゃあない、できんくてもね、生きていけるから、生きてきてるから大丈夫です。逆上がりできなくて、私もできません、何回やってもできませんほんまに難しい。なんか力いらんねんやろ、逆上がりするのに。でも力ないとできやへんやっていう勝手に思ってる。だってね、体操教室も行ってたんですよ私、逆上がりできないからあの逆上がりができひんから、逆上がりができるように体操教室まで行ったんですけど、無理だったんですよ。だからね、無理だったんですよ。プロに頼んでも、あ、今日何もないです私ただメイクしてるだけ、今日何もないんです。今日はでも9期生あれですよ、チカッパありますよね。うん、もうね、できなかった逆上がり。写真上にこれ、ありがとうございます。めっちゃ家のドアの音がした。なんか体は柔らかかったんですよずっと。でも逆上がりができないってなったから、お母さんにあの水泳やめてそっち行かされましたもういいんちゃうってなって、そっちより水泳より逆上がりやろってなって、逆上がりをね、あのできるようになるために行きました。でもできなかった。え、ほんま初歩的なんですよ逆上がりが。前回りで何かあってから逆上がりやけど、 3ステップ目であの終わりましたで、あのあれ、跳び箱と、あと何やっけ、跳び箱とマット運動はしてましたよちゃんと。それは普通にできて、だからもう鉄棒の日がもう苦痛で仕方なかったですね私は。右の靴だって使ってなかったやつでいいや。そう、できないもんはできなかった。唇に色がないので、あ、そう、リップの塗り方は雑いっていつも言われちゃう、適当に塗っちゃうからよくないんでしょ。そんなんです。でもそう、問い箱は結構できるようになったけど、マットも3点倒立とかできるようになったけど、あのもうねそれ以降ダメでしたでやめたアミタ運動神経いいよね、だから羨ましいね。そう、運動神経いい子はもう学生の頃はめちゃめちゃ羨ましかったけど、でもまあ大人だったらすることないなと思って、もう開き直るしかなかったね。そんな感じでした私の逆上がりできるまでの過程。あ、メイク終わりましたあ、メイク終わりました、しまいですね。アンジュさん鉄棒すごい見た、なんかね、ね、そうなんです。え、そう、早いやろ、終わりです私の。そうだからなんか早くてそう、え、そう終わっちゃった全然ないです、この色乗ればいいかなみたいな、多分乗ってると思う。タイヤ庫何段飛んだんかは覚えてないんですけど、まあやってましたね。そう、こんなもんです、いつも公演前もこんなもんです。もうちょっと色濃くのせるぐらいかな。
そうだからね、そう、配信終わるまでにメイク終わるかなと思ったけど、ほんまに終わった。よかったよかった。公園メイクも目元、他はメイクさんにやってもらうから目元だけやから、こんぐらい、もうちょっと早いかもって感じです。そう、先輩とかね、メイクにこだわってらっしゃる方多いから、自分を見習わないといけないなと思ってます。めっちゃ早いです、私。そう、メイクさんにねやってもらうんですよ。でも普段のメイクってなるともうこんなもんですね。そう、髪型もねメイクさんがやってくださるので、大体自分は目元だけやって終わりなことが多いです。一番時間かかったメイク、なんやろ、一番時間かかったメイク、でも特になくて全部同じぐらい。あ、メイクの時間っていうか、あの去年のクリスマスコンサートあった時に、その時にあの時間がなくて、あの全部を自分でやんなきゃいけないってなって全部をね、そう、自分でメイクしないといけないっていうことがあって、時間がなくて髪型しかメイクさんにできないってなったから、その時に初めて全部自分でメイクしたから、それは時間かかったかも。どうやってやるんですか、どうやってやるんですかみたいな、ベースメイク崩れにくいのってどうやってやるんですかみたいな、わかんないですってなって困ってましたねっていう、もう記憶をたどってやりましたね。ハイライトとかシェーディングもね、普段入れない、今日入れたけど、そう、その時は普段入れてなかったから、どうやって入れるんですかってなって、わかんないってなってね困ってたんですけど、もうそっから自分でやんないといけないなって思って、ちょっとずつ練習してます。それだけ。そう、だから公演も前まで研究生の時は全部ねやってもらってたんですけど、あの何やっけ、公演昇格してからは目から始めて、それがあったから、何やろ、ハイライトとチークとシェーディングは自分でやってたんですけど、あの DMM をあの見た時に、あのハイライト入れすぎてて、あの、あかんわと思ったから、あのメイクさんにハイライト入れてもらってます。そういう、そういうねこともあります。だからほんまにメイクのこだわりはなくて、後から客観的に見て反省しますね。後から客観的に見て変やったなと思ったら、ちょっと反省、入れすぎちゃうんですよ。だからでもね、最近はメイクさんに入れてもらってるから、そういう濃すぎるってことなくなりましたね。アイラインも引けるようになった。そう、成人式をメイクさんのメイク、あ、ごめん、落としちゃった。そう、メイクさんに、そう、メイクしてもらって、それもほぼ全部かな、目元もしてもらって、でも時間、でも公演と変わらんぐらいかも。初メイクはでも入ってからな気がする。ほぼ高3ぐらいかな。使い分け全くないです。メイクさん何に行くんやろ、分かんない。そう、全然ないですね。日によってっていうか、公演と公演じゃない日みたいな、普段ってぐらいです、使い分けは。だからそんなないかもね。 GSGK 自メイクですよ。でもそんな濃くない、濃いんかな、わかんない。わかんないや。そうな感じですね。でもそう、そうでもとかないや。でもとかなかった。そんな感じです、私のメイク事情。なんら問題、こだわりのメイクでした。ずっと言われてる、適当やなって。そう、メイクに関してはそう、適当やなってよく言われますね。娘かも、メイク公演の時はちょっと濃いめにするかな。でも薄ないって言われるかな、わかんない。わかんないですわ、メイク奥が深いです。ジュニアメイクをね見つけるのが一番だと思うんですけど、ちょっとわかんないです。可愛
いなって最近思います。ありがとうございます。最近か、最近なんか変わったかなとか思ったけど何もわかんない。オーディションの時メイクしてた、でもリップ濃いなと思った後から見てそんな GSGQ 服汚れなかったですよ。お弁当、そうリップね、そう濃かったんですよ。慣れてなかったからリップのとこをと思ってたら濃かったそんなんです。なんかな、12時になったら終わろうかな。今日はお休みです私は。でもね、やることはいっぱいあるのでやんないといけないんですよ。困っちゃう。なんか時間軸おかしくて、なんか自分ね多分おかしいんですよ時間軸。なんかなんやろ、普通やったらそう24時間1日じゃないですか。でもなんかおかしくて、私48時間ぐらいで1日の感覚なんですよ。だからね、変なんです。まだだってまだ午前中の気持ち、まだ9時ぐらいの気持ちですけど、だってもう12時じゃないですか。パジャマじゃないです、パーカー、パーカーみたいな、そうおかしいんです。いちごパフェはあれは友達です。変、時間軸おかしい、時間が足りないんです。だから私の気持ち的にはまだ2月上旬の気持ちなんですよまだ2月入ったばっかの気持ちやけど、もう3月じゃないですか。おかしくて、おかしいおかしくないと思ってそう、そんなね、変なんです多分私は。やばい、3月、そうびっくりして、今日3月17ってことにびっくりしてて、嘘やろと思ってびっくりしちゃうだってさ、もうさ3月末のさ公演スケジュールも出てるわけじゃないですか。えみたいな、そんなえみたいな感じですわ私からしたら。なんかゆっくりすぎて、自分の流れてる時間がおかしいおかしいんですうん、月に行ったら1日は地球28日分の感じがあります。確かに月に行こうかな桜咲いてんのかな。梅はめっちゃ見ます。梅咲いてるのはめちゃめちゃ見るけど、どうなんやろ。でも桜もうすぐ咲きますよね。来週、今週か、中頃、楽しみですねでも一個ね、めっちゃ嫌な思い出あって、桜に、あの桜めっちゃ咲くじゃないですか、こう学校とかで。だからその桜が咲いて、あの咲いた後って葉っぱで、葉っぱって毛虫つくじゃないですかその毛虫がね追ってきたことあって手の上に、もうそれが恐怖でトラウマですね。初見です、ありがとうございます。でも12時には終わろうかなって思ってて、そう、あとはそう毛虫やったらもう一個あって、あの神社とかでお賽銭入れて、お寺かな、金作れるじゃないですか。でそれであのお賽銭入れたらそこに毛虫おって、普通にあの気づかずに毛虫触ってて、めっちゃ赤くなった思い出ある。毛虫苦手そういうね、そう苦手なんですよ。そういう出来事もあったから、そう春かーってなるんです春かーって。自転車で虫が口の中に入ったことある？それはあります。目にも入りません目にも入るよ、もう嫌よねあれあれも嫌よね。吉野の桜のイメージ確かにありますね。梅好きよ、めっちゃ梅咲いてます。何色いっぱいあるじゃないですか、梅の色も。薄ピンク可愛いなって最近思いましたね。生き物出てくる季節ですなんかね楽しみですね、春も春で。
暖かくなってくから、もう何回目の春なんやろ何回目の春なんやろとか思ったけど、何回目、ジューンが春を迎えんの20回目の春ですよ20回目の春。そう、花粉もすごいやばいよねそう20回目やったそう、毛虫刺されたら痛い、気をつけて皆さん、お賽銭入れるとき。いくつ、20歳ですでも物心ついてからって考えたら15回目ぐらいじゃないですか、わかんないそう15回目ぐらいの春、気持ち的にね、物心ついてからやった。懐かしい、幼稚園の頃は入学式は入園式か、入園式はあの熱出て帰りぐったりして帰ってたっていうのをなんとなく覚えてて、で年長になったらあの泣いて幼稚園に、どっちやっけ、年少か、年少はそう幼稚園行くのが嫌でずっと門の前で泣いてましたね年長覚えてないや年長覚えてないや、そういう春でした。年長の春は覚えてないですで小学生の春は何やろうな、まあ毎年クラス発表楽しみにしてましたね初日の春は覚えてないんです覚えてないね、そう全然覚えてない。あ、12時やでクラスがあってみたいな感じですね、で今に至りますちょっと春やね、もう春ですわ、お時間ですわ。そう、私は気づいたら20歳になってました。今年は21歳になる年ですね。何があるかな今年の春は去年も何も覚えてないの。一昨年はちょっとコロナにかかっちゃってお外出れなかった思い出ですね。外出たら桜散ってました。あとはね去年は覚えてないですって感じです。ではちょっと終わろうかな。皆さん今日日曜日ですね、良き週末休日をお過ごしください。ではランキング読ませていただきます。13位キャンちゃんさん、ありがとうございます。12位サササさん、ありがとうございます。11位レムさん、ありがとうございます。10位ヨシヒデさん、ありがとうございます。9位サツキさん、ありがとうございます。8位おはやんさん、ありがとうございます。7位おたえぐちさん、ありがとうございます。6位 KR3 さん、ありがとうございます。5位としろうさん、ありがとうございます。4位カズさん、ありがとうございます。3位てつみやさん、ありがとうございます。2位けむりさん、ありがとうございます。1位しんのすけさん、ありがとうございます。ありがとうございました休日の、ま、ビルマ配信ありがとうございました。まあカオンがどのようにできていくかと春ですねって話しかしてない、すいません内容のない配信ですいません、ちょっと噛みまくっちゃった。じゃあ明日はねカレンさんの生誕祭もあるので、皆さんよかったら DMM 配信だったり劇場だったりお待ちしてます。皆さん良き休日の午後をお過ごしくださいではありがとうございましたまたねー。